はい、青春秘密基地アオバです。今回紹介するのは森永乳業さんが出しているピノがエヴァンゲリオンとコラボレーションしたので、そちらの、ね、ピノの方を6つ買ってきました。パッケージの方は3パターンですね。こんな感じでね、3種類あるんですけれども、どれもね結構パッケージの方もこだわっていて見栄えが、ね、いいんじゃないかな。こちらは割と今までの、ね、ピノのパッケージをそのままね生かしたような感じになっているものと、個人的には、ね、こちらね初号機が大きく映っていて、結構やはり初号機好きなのでこちらが一番推しなんですけれども、あとはこちらはねこれピノの、ね、説明書きみたいなものがエヴァ風な感じのね、このね明朝体を使いながらうまくねエヴァ感が出ているんじゃないかなと思います。でこの中にですね、一応コラボ商品ということでエヴァンゲリオンの特製ピックが入っているということなんですけれども、で1種類は初号機の赤色のピックですね。であと外れだと通常の青色のピックが出てきて、で一番ねレアなものがロンギヌスの槍がねかなりね封入率が低いということで、結構ねメルカリなんかで3000円前後で、ね、取引されているので結構高額なので、まあ、こちら6つじゃちょっと無理かもしれませんが、ちょっとね開封していきたいと思います。ではねまず早速ねこちらのピノからいきましょう。通常のピノの、ね、箱ですね。これが結構ディフォルメされてる初号機が書いてあって可愛らしいですね。で後ろとかもね、神事とかこう乗組員のキャラクターも可愛らしく書かれています。ちょっとうまく開け方が。でまず1個目いってみましょう。さあどうだ。わっ、いいんじゃないですか。いきなり赤いピック出ましたね。こちらの方が初号機ですね。ちょっと初号機の顔がね入っているピックなんですけれども、これも結構ね5分の1とか、まあ、10分の1とか、結構ねこれだけでも結構出現率が低いということをちょっと、ね、ネットで見たんですけれども、一発目から出ました。結構幸先いいんじゃないかなと思います。でね2つ目こちらのね初号機のパッケージいってみましょう。まあロンギヌスより出てほしいんですけれどもね、どうでしょうかね。では行ってみましょう。あー、こちらが通常のピノが使っているねピックで、9番というね数字が入っているピックなんですけれども、こちら通常ピックですね。でこちらなんかピノの魔法もね、こちらもね運がいいとこうなんか形が違うピノが入ってたりするんですよね。では次こちらの文字のバージョンですね。どうでしょうかね。さあ行ってみましょう。青か、72番ですね。72番といった感じで出てきましたね。今3分の1ですね。ではね次またこちらの赤い箱の方が、結構箱とかも可愛らしいので、ちょっとね今回ね箱の方もね取っておきたいなという感じがするんですよね。なのでちょっとこっから先ねこの側面を開けていこうと思います。ここちょっと開けちゃうとねこうなんかこう開けちゃった感が出ちゃうんで、この側面を開けて、この側面はねまた両面テープかなんかで戻すような感じにしとくと、一応ね箱をちょっと取っときたい方はねこういう側面から開けることをお勧めします。さあどうでしょう。あれ、青だ、青ですね。この側面から開けるのもね、中にもねこう中ちょっとねロゴの方が入ったりパッケージがね変わっているとのことを書いてあったんですけれども、後ほどちょっと見てみましょう。でこちらこういった状態でね箱の方はね取っときたいかなと思っています。でこちらね笛ラムネみたいに振ってみたんですけれども、まあ、振ったぐらいじゃ分かんないですよねこれ。今回さすがにねほとんどピックの形とねロンギヌスの槍の形が一緒なんで、まあ振ってもねほとんど分からないかなと。あ、ここから開けちゃいそうでしたね。やっぱこちらもね同じ方向から開けましょう。結構この側面から簡単に開けることができるんで、せっかくなのでね。青だ、青か。やっぱなかなか出現率厳しいのかもしれませんね。で最後の一箱いってみましょう。どうでしょうかね。まあメルカリでね3000円ぐらいですか。最初は5000円とか6000円取引されてたみたいなんですけども、現在3000円ぐらいでもできたんですけれども、多分ねそんなに慌てなければもっと落ち着いた金額になるとは思うんですけれども、まだ出たてだとねどうしてもね結構高額でね取引されることが多いので、あ、青ですねといった感じで開封してみたんですけれども、初っ端の一つですね、初っ端の一つだけねこちらのね赤ピックの方が出ました。でねロンギヌスの槍9回ってことになるんですけれども、実
はですね、ロンギヌスなりあるんです、あるんです。じゃーん、どうですかね、このロンギヌスなりちゃんとね、高音サイズ感結構一緒ですね。これ見てください。ただこちらのロンギヌスなりはエヴァンゲリオンスナックのおまけのロンギヌスなりになります。結構ね、こうやってチープなね おまけが好きなので、これが初号機ですね、その当時の。これが0号機で、あ、これが2号機といった感じで、こういったね、おまけについていたロンギヌスの槍ですね。こちらの方もね、結構ね、貴重なんですけれども、現在ね、とにかくね、ピノさんが出してるね、方のロンギヌスのピックの方が結構高額で取引されてるかと思います。ちなみにね、エヴァンゲリオンスナックというものはね、こちらになります。これ結構もう10年近く、それ以上前ですかね、出てたものなんですけれども、こういったね、スナック菓子のところにおまけがついていて、とてもね、チープなね、おまけがね、その時代にからしてもね、かなりね、懐かしい雰囲気がしていて、非常にね、こう自分も気に入っているおまけで、結構ね、後からね、なんとかね、買い漁って購入したものになるんですけれども、こういったものも出ていました。またね、こちらのエヴァンゲリオンスナックの動画もね、自分のチャンネルの方でもね、上げているので、興味がある方はね、ぜひ見てみてください。またね、こういった小さいね、フィギュアを使いながら、コマ撮り撮影でのね、動画なんかも上げているので、まあ、多分ね、エヴァンゲリオンのおもちゃの中では最小の大きさになるんじゃないかなと思います、こちらの辺が。なので、こういったね、最小フィギュアを使ったコマ撮り撮影の動画の方も上げているので、まあ、最終的にはね、こんな感じで青春秘密基地的な感じのね、紹介になったんですけれども、まあ、出なかったんですけど、一応ね、これ予備というわけじゃないですよ。補欠といった意味で、まあ、保険ですよね。保険といった意味でね、こちら持っていたので、動画の方を撮ってみたんですけれども、実際ね、こちらのロンギヌスの槍と、実際今回のピックのバージョンとね、比べてみたかったんですけれども、今回はね、赤ピック1本ということで、まあ、赤ピック1本なんですけれども、ちょっとね、その前にね、もうフライングして食べちゃったものがあって、こちらの方でね、もう2本出てます。なのでね、一応3本ですね。3本、こういったね、チープなね、こう、おまけ非常に好きなので、本当はね、こう、ピノさんもう少し頑張ってもらって、この初号機だけじゃなくてね、様々な、まあ、機体だとか、まあ、シンジ君とかカオル君とかね、そういったね、人物から何パターンか出してもらうとね、もっとね、購買欲もね、上がってね、もっと売れ行き伸びたんじゃないかなと思います。これだとちょっとね、初号機1個とロンギヌスの槍狙いになっちゃうので、全部ね、こうにやっぱりコンプリートしたくなってしまうこともありますし、本来だったらね、やはりせめてね、2号機と、やはりね、0号機。で、またピックの色もね、そういったね、機体の色に合わせて、ね、これとちょっとね、2号機っぽくなっているので、そういったこともね、合わせて出してもらえるとね、もう少しね、コレクターの方がね、もっとね、買うんじゃないかなと思います。なので、ね、今年とにかくね、新劇場版の方がね、公開されるということもあって、徐々にね、期待の方もね、高まってきますし、またこういったね、コラボアイテム出てくるかと思うので、今後もね、青春秘密基地の方ではエヴァンゲリオンの関係もね、追っていきたいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また、おすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。